ハートに入って自分がちょっと焦ったんですけど、なんとか毎回点数取られた次点数取られることが多いので、逆に落ちていきました。はい、まさに回を重ねるごとに調子を上げていったと思います。いかがですか？そうですね、なんとか低め低めという意識がいい形になりました。8回途中までゼロを重ねていました。その点ご自身意識しましたか？いや、いつ打たれるんだろうなと思いながら投げましたけど、なんとか一人一人という気持ちがなんとかノーヒットで回まで出たと思います。本当に内野のバックの好守備もあったので助けられました。まさにフォロワーズが今日11個、この数字どうですか？そうですね、試合前に中野と話したことがそのまま出てたというか、本当にいいリードしてくれたので、ボールアウトを取れてるときは自分のいいときだと思って信じてあげました。そして先ほどもありました、初回に1勝7点、その後も追加点を取ってくれた隊員がいます。いかがですか？いや、本当に楽しいですね。はい、そしてご自身も含めれば今日はスタメン全員安打。打線に立つと9番目の野手というつもりで、送りバントだったり、1打席1打席大阪しないという気持ちで打席に入っているので良かったです。そして教育カード3連勝、この神宮で行うのは今シーズン初となりました。何かの神宮初かよ、本当になかなか3連勝できず、すいません。なんとか今日勝って良かったです。この9連戦3連勝で締められたのはチームとしても次につながるんじゃないでしょうか？残り試合少ないですけども、いい流れで10連戦終えたので、この流れで次のカードから頑張っていきたいです。それでは最後、この暑い中、今日は夏休みということでたくさんのお子さんも集まっています。ぜひ最後まで応援してくれたファンにメッセージをお願いします。今日も暑い中、たくさんのご声援どうもありがとうございました。スワローズは残り試合少ないですけども、一戦一戦全力でがむしゃらに戦うので、またご声援よろしくお願いします。